まして、その中のベスト3を取りますからね。はい、1人は抜けるわけですから、はい、しかしまあ1人抜けるといってもやはり4人がいいプレーするというのが大事なんですよね。そうですね、1人が叩いてたら自分のスコアが確実に入るというプレッシャーがありますからね。いいプロ、今 の、 あのフィニッシュを見ても分かるように本当にあのイングランドスタイルのね、はい、クラシックなスイングをします。本当にいい選手ですよ。ベストポジションに持ってきています。あそこからだったら飛びやすいんですよね。今日はこれフィリップローのホールバイホールなんですが、イーグルが1つ、バーディーが4つ、そしてボギーが2つですね。これが1番ホールそして2番ホールと本当に好調なプレー、これは入ってイーグルなんですよね。彼はバーディーが本当に多いですね。爆発力ありますね。パットが上手いんですよね、はい、ボンボン入れてきますからね、はい。さあ、18番フィニッシングホール、セカンドショット、これもいいフィニッシュです。あ、これもつけてきましたね。ぴったりですね。ここまで4アンダーですね、はい。しかしまたショートゲームを国柄が出ると面白いですね。芝によってかなり変わってきますからね、はい。でもまあ彼の場合はかなり変則的ですけどね。ああ、またバーディーが来ました。67です。通算で1アンダー、280